文霊館は江戸時代後期に三河国カリア藩に作られた藩校である。土井氏が西尾藩主時代に儒学者の国枝再建を招聘して設立した学校が前進。天明三年土井敏則は美濃国の儒学者の果たし教を招聘して文霊館を開いた。全国的に見て早い時期に開校した藩校である。公明は中国の漢語の言葉。 文礼のの式は近十に同じ、乗り、言語の暴きは、バンエビスと同じ言いなりに由来する。建物は、カリア城大手門の外側にあった。一時期途絶えたが、1868年に、再興されて1871年まで続いた。再興後の組織は、官長、副官長、教頭、教授、助教授、苦闘士、三術士、修士士、主母だった。 教員は約十二人、諸務係である主母は二人、生徒は通学者が約二百人、寄宿者が約三十人だった。明治初年には英文科が創設され、千八百六十九年には出版事業にも手を出した。明治期にはカリア予思校に転換。千八百七十三年には第一番小学カリア学校となり、千八百八十六年には 尋常小学カリア学校となった。この学校は1908年に基上尋城高等小学校となり、現在はカリア私立基上小学校となっている。1973年の創立100周年を記念して基上小学校の校庭には文礼の塔が建てられた。ありがとうございます。